おはようございます。リオの正木優太です。今回は神奈川県にある相模湖に来ています。レンタルボートで釣りをするんですが、季節が晩春から初夏といったところです。なのでね、この時期はアフターからアフター回復の魚が多くなると思うんで、状況に合わせながらになると思うんですが、レアリスラーをね、いろいろ使いながら今日は一日楽しい釣りをしてみたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず朝一ミッドローラーで流していきます。サーチベイトですね。ミッドローラーで流してって、いい感じのカバーがあればカバーも打っていくような感じで、朝はバンバン流してって状況把握していきます。ミッドローラーはもうバイブレーションみたいにこうやって広範囲をバーって探っていくのに有効なクランクですね。でレンジも 1.、遠投して4ポンドで 1.8 とか潜るんで、比較的レンジも、距離も広範囲を探れる。とりあえずわけわかんなくなったらミッドローラー結構ありですよ。これもうポロって釣れたりするんでね。それでミッドローラー釣れそう。食ったよ。食いましたよ。結構でかいよ。ミッドローラー。ミッドローラーのローリングサックス。楽しいね、相模湖は。こうやってぐるぐる巻いて釣れますからね。おお、潜る。よっしゃー、ミッドローラー。ミッドローラーで広範囲を探って、当て込んでいった釣りですね。アフターなんで餌をいっぱい食べようと思ってね、スタンバってるバスです。グルクローラーのネコリグでカバー打ってきます。さっきボートで近づいたんですけど、やっぱこの水中のオーダーの上に近づいて逃げちゃったんですけど、でかいのいたんですよね。秋山川、ここ秋山川って言うんですけど、秋山川はちょっと適当っていうか、パッと見て本流とか本湖に出たいとこなんですよね、本当は。ただちょっとなんか魚っ気がある。注意事項として一つ、虫っすね。虫よけが、これからの時期とか、なんかブヨのちっちゃい子供とか増えてくるから、そういうのに刺されちゃうと本当に痛いから、虫よけスプレーは持ってくると釣りに集中できるようになる。ここに適当に打ってっちゃうとまずいんだよな。ダメだ、ちょっともうちょっと行こう。なんか見つけたい。早いとこカバーで食うんだったら、どのカバーで食うんだかだけ見つけたいんですよね。なんかここは魚の気配があるんだけどな。水が悪いか。GoPro 切れてるけど。
元気でね、やっぱり。イグルクローラー 4.8 インチ飲んでいこう、リク。うわ、クソでけえな、イグ。うわ、でけえな、あれ。60ぐらいあんじゃねえ。うわ、ダメか。相模湖は結構、まあ、他と、まあ、他っていうか、その平地と比べると少し季節感がね、遅いんですよね。やっぱりちょっと標高が高いっていうのと、あと富士山からの雪解けの冷たい水なんかが流れ込んできてるんで、水温も上がりにくかったりするから、ちょっとワンテンポ季節感とか、まあ、季節の進み具合っていうのは少し遅くなってくる。うん、食った。今度は食った。よし。うわ、めっちゃ巻かれてる。どっからどうなってんだ。おわ、どうなってんだ。わわわわわ、どうなってんだ。ちょっと待って、めっちゃ巻かれとる。ちょっと待って。よし、あぶねえ。超巻かれてたカバー。はい、ナイスコンディション。もうハラハラバイトはしたくない。食った。わあ、めっちゃ巻かれてるってか、超引く。ちょっとこっち来て。そのまま。はい、またいいサイズ。そしてまあアフターですね。リグルクローラー。はい、今回メインに使ったルアーが、まずは、リグルクローラーの 4.8 インチの、まあ、カバー対応のネコリグです。こちらはカバーに対して、まあ、点で誘うような、あ、まあ、水中に吊るしたりだったり、点で誘って魚を呼び寄せて食わせる時に使うルアーになります。でセッティングもね、カバーに強いんで、結構、まあ、ごちゃごちゃしてるカバーにも対応するセッティングになってます。で2つ目がティーホークのバックスライドセッティングで、これはね、頭の方から刺して、フックを、ね、装着すると、まあ、バックスライドするようになってます。でこの背中にね、フックポイントも隠せるポイントがついてるんで、まあ、これで、的確にカバーに攻めることができます。まあ、フローティングカバーとか、そういうのにね、ここに乗せて、このズルズルっと先っぽまで持ってきて、下に滑り込ましたりだったりとか、まあ、壁に対して、まあ、壁にこうタイトに攻めていく場合に、このバックスライドセッティングを使います。3つ目はリグルスイック。鉢巻き側から刺してもらって使うと、まあ、若干バックスライドもするんですけど、こう水をね、複雑に受けながら、まあ、イレギュラーなホールで、バスを誘うことができます。で高比重になってるんで、とっても飛距離も出るので、まあ、おかっぱりなんかでも、とっても使いやすいワームになってます。はい、この3タイプのワームがあれば、まあ、相模湖の、どんなカバーでも対応できるので、ぜひお試しください。リグルスティックで、ちょっとズルズルしてみます。このなんかめっちゃいそう。
けど。スティック。巻かれてるまた。ああでもそんなに大きくないか。可愛いか。やべ、超巻かれた。どうする。今日はカバーの日だ。ちょっとどうする。出ましたイーグルスティック。今日は完全カバーの日。ちょっとごちゃってなってて入れづらいんで、ティーホックのバックスライドセッティングでこのカバープラスこの岩盤を打っていきます。バックスライドしていくんで、この岸をタイトに攻められるんですよ。結構その壁を使わないと食わない魚とかもいるんですよ。でそういう時はティーホックのバックスライドで壁にぶつけながらタイトに入れててあげる、まあ、自動的に奥に行ってくれるから多少自分が操作ミスっても壁から離れないで誘える。どっかにいると思うけどな。1匹ぐらい。なんか超根がかりそう。よし、食った。うわーい、高め、高めじゃない、ティーホック、ティーホックのバックスライドセッティング、がっつりワゴー。ありがとうございました。今回はですね、朝、フィーディングの魚をミッドローラーで拾えて、であとはカバー中心で、リグルグローラー、リグルスティック、ティーホックと楽しい釣りができました。相模湖ね、これからもっといい時期に突入していきます。機会があれば皆さんもぜひ相模湖にお越しください。今回はご視聴ありがとうございました。